別に何も変わったことしてないし、大体同じことやったのになんで行けたん今の。物落ちた理由なんだったん。いや、順番的にさっきにハサミ取ったんよな今回。前回は多分椅子を動かしてからハサミ取ったけんかな、そういうパターン。そんなんでそんな違い出るんかな。あー、とにかくまあ攻略サイトを 見て完全に攻略みたいんやけど、手順の順番が悪かったみたいやね。やったことは、あの前回のさ、ハサミ落としてマキちゃんが死んだ時みたいな展開と同じだったんよな。ただ順番が違っただけで、取る順番が違っただけで、ハサミ先取らんかったらあかんのじゃ。ふう、怪我はないなマキ。うん、でもね、前3回ぐらいアイムが落としたアイテムで私死んだ。さっきのやつがこっちまで追いかけてくるかもしれない。早く網の元へ向かおう。感知、すごいことになってる。どんどんなんかスニーキングの要素で、スニーキングにプラスアルファの要素がどんどんついてくる。キーボードのシフトキーで網のいる方角を歩が感知することができます。画面端で白く点滅した方が感知した方法となります。ただしこれには使用回数の制限があり、5回までしか使用することができません。このという時だけか。でも1回目はとりあえず使わんかったらあかんで、こんな感じで出てくるんだ。あー、これ横取りすれば、横通ればいいパターンのやつな。とりあえず適当に、あ、こっち無理か。じゃあこっちじゃないな。危ない危ない危ない。何止まってんのあんた。あ、いけたわ。やったぜ。とりあえず上行こう。上だろ。あミスっちまった。多分こっちなんは合ってると思うよな。あー、そもそも俺の通ろうとするタイミングで右向くんやめてー。なにこれ、俺が右通ろうとした瞬間にまだ向くパターンのやつなんこれ。絶対待ち構えとるんかこれ。じゃあ分かんな、クイックセーブしとこう。絶対これ、あー、これ切り越してもダメだったっけ。そうだったっけ。あっと、すごいランダムチックに回ってる今の。あーこのいざって時に向いとる時に行っちゃったよ。あー、こいつらの動きがどんどん機敏になってきとるな。一筋縄ではいかんなこれ。あ、いいだいいだいいだ、よしよし。あ、あらこっちにも回ってきただけかいな。あー、よし、あ、上か。え、左？どういうこと？大体左上って感じなんかな。ああ、なこれ。方向的に違うのに、なんでこういうエクサイトみたいなのあるん？あれあれインゲンさん、いらっしゃい。で、エクサイトの方に来たけん、多分こっから来たらいないよな。まだじゃ。このエクサイトはまだフェイントじゃ。
よっしゃ来た、いい感じ。ここやな、この家の中に網がいる気がする。入ってみよう。ああ、網こんなところ。あ、ここの家か。そうかそうか。暗い。マキ、懐中電灯。うん、よっしゃ。オンオフできると。敵おったりせんだろうな、ここ。さすがにこんなところ敵おったりせんだろうな。マキちゃんはこっちなんよな。マキちゃんじゃないよ、アミちゃんが。そう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 。あ、セーブするのがしとったな。とにかくおる場所、クイックセーブっていうか、記録に。下に倒れてる、下に倒れてる。どうしたの、アイム。前に何かあるの。マキ、この先は見ない方がいいかもしれない。どうして。マキ、アイム、大丈夫。私、どういうことなのか分かったから。分かった。どうしてこんなことに。いや、原因は分かるけど、どうしてこんな惨劇にならなあかんの。ごめん、アイム。アミ、きっと男の子にこんな姿見られたくないと思うから。だから。ああ、どうしてだ。はじめさんどこ行ったんだろう。アミ、さっきの夢はこのことだったんだね。アミ、痛かったね。いっぱい撃たれたんだね。でも顔だけは、その顔だけは無事だったんだ。私の親友の可愛い顔、思い出の詰まった大好きな顔は、私をからかう時のにやけ顔、宿題できてない時の困った顔、たまに見せてくれる優しい顔、寝てる時の無垢な顔、悲しいことがあった時の泣き顔、みんなみんな私は覚えてる。アミ、もう見れないの、あの笑顔は、優しい顔は、困った顔は、大好きな顔は、もう見れないの。やだやだよ、こんなに突然死んじゃうなんて早すぎるよ。まだこれからいっぱい楽しいことがあるのに。誰、アミを殺したのは。うわー、本当にどうしてこんなことに。影宮さん、影宮さん来たんだ、帰ってきたんだ。その銃下ろしてくださいよ。下ろせって。ダッ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 、ふぅふぅ、また殺した。うわうわうわ、もう完全にこれまではじめさんじゃない。影宮さん、いや影宮はじめ、あんたが殺したんだな。ばあ、バレたー、またバレてしまったー。もう僕が殺したのか。お前らも殺す。なんかジャンプでそんなさ、侍の漫画マグラあったら名前忘れたけどさ、その顔みたいな感じになるのやめてくれへん。何やったっけな、磯辺だったっけ。てめえ、何これ。いきなりなんかすごい急展開になってますけど。弾が切れたか。新しいのを入れないと。許せない、許せなかったらどうする。逃げろ、とりあえず逃げろ。弾補充される前に逃げるしかないで。マキ、ここは危ない。お前は外に出てろ。え、アイムは。俺はあいつをどうにかする。え、そんなの危ないよ。あの人銃を持ってるんだよ。それでも俺はあいつが許せないんだ。気が済まないんだ。アイム、もしかして殺すの。アイム、人殺しなんてダメ。そんなのアミを喜ばない。だから殺しちゃダメ。ごめん、
マキ、それはできないよ。どうして？あいつはアミを殺すだけじゃない。まだ俺たちまで殺そうとしているんだ。俺たちは命を狙われているんだ。このまま何もせず逃げたとしてもすぐに追いつかれて俺たちは殺されてしまう。こっちも殺す気でいかないとダメなんだ。もう甘い考えなんて持てちゃいけないんだ。分かってくれマキ。分かった。でも死なないでね。どうすればいい？ああ！いつの間におったんや。これ新しいの入れないとの時にどうにかできんのこれ。いつまに入れとんや。入れるの早すぎだろ。多分マキを逃がす。よう見たら上おる。上おる。上おる。上おるやないか。どうすればいいこれ。ああ絶対ダメだ。絶対ダメだこれ。別ルートに逃げよう。あ隠れれる。入れない。どうするどうする。とりあえずこっち行こう。とりあえずこっち。ここは？ここ何？あそうかこんなとこあった。もうとりあえず無我夢中無我夢中無我夢中アドベンチャーだ。無我夢中。やべ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 あぶ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 どこかに隠れてあいつに隙を作ってあいつの顔にぶちまけよう。実は攻略サイトを見ました。攻略サイトを見ました。さてこの中に隠れる。消火器を持った状態でこの中に入る。あいつが目の前に来たら決定キーを押して消火器を使う。いやどうだ。あれ何だんだんはじめさんが最初の方真面目さん真面目さん言っていたはじめさんが真面目じゃないさんになってしまった。前も言うたけど極少女がどんどんグロいゲームになっていける。それこそパートがどんどん進むごとにやべえ最後どうなるんやろ